はい、こんにちは、ケンです。ということで、やっていきましょう。今回のサメさんゲームは、こちらのまず、あれだね。ゴールデンショアをクリアしていく感じかな。陥没箇所、サバを10匹殺すからやっていきましょう。多分、この流れで言うと次はサファイアベイ、に行けるのかな？でもどうなんだろう。まず、繁栄の砂浜キャビア機、なのかな。ちょっとわかんないですけど、やっていきましょう。レベルを上げないとね。まっすぐ行けばいいか。まっすぐ陥没箇所まで行けば行けますね。次が必要です。大人そろそろできると思うけどね。今確かレベルが9とかだから、多分10になったらさすがに大人になれるでしょう。お、ちょっと人間を1匹。おい！はい、持ってきまーす。えい！なんかやばい、後ろから追いかけられてる。この人間あげるから許してくれ。これで、あ、これで許してくれたね。いいですね。これで許しを超えるのか。なるほど。なに、ここで、サバを10匹殺す？サバはどこだ？てかさ、このゲームって主人公が一言も喋らないのにさ、成立するざん。すごいよね。いや、なんかまあ、意味わかんないけど、まあでもすごくない。大型の魚類が洞窟に集まり、海賊らしい計画を立てている。もしかしてさ、もしかしてこれ？ここか？こいつか！なるほど。ほら。おー、あー、これか。あー、でも。なんかあれが嫌だな。いるな。で、ちょっと待って、このサバさんをたくさん食います。これにターゲッティングすることってできないのかな。ほら、なんか肉食動物にターゲッティングしちゃうんだよね、ついつい。まあ、10匹だったら、そんなに。殺すだからな。別に食わなくていいのか。だったら別に殺す必要そんなない。普通に食った方が良さそうな気がする。早い気がするわ。あ、雑魚か。間違って食っちゃうな、こいつのこと。酒、お前じゃねえよ。ちょっと待って、バラクーダ食っちゃってる。鮭は？あ、いた。ちょっと邪魔だな、マジこいつら。弱いくせに寄ってくんじゃねえよ。あとはもう一匹か。こいつだね。これで終わりか。はい、持って帰りますわ。よし。恋はせず青ざめるような戦争、頂点捕食者を殺す。マジか。行ってみるか。これで多分あれだよな。ここは終わりってことか。サメ VS サメの戦いか。なんか、そのフォント K フォントかな。え？いった！ちょ待て。いや、待って。なんか、すげえあれしてる。うーわ、やば！やばくね、やばくね、今の。何今の。無理、ちょっと待て。さあ来い、さあ来い。いった。ノンモーションか。やべえな、ノンモーションで来んのやべえな。よし。いった、ちょ待って。はたくを。さあ来い。あのさ、邪魔なさ、肉食牛銃が多いんだよね。うわ、さあ来い。ちょ待って、あぶねえ。うーわ、すげえな、こいつ。
さあ来い。よし、オッケー。来い来い来い。あぶね、どこ行った。うわ、その周りのさ、なんか周りのやつマジうぜ、そのマスキーパイク。いって、これ防げねえな。いった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 。やばい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 、シュ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 、やばい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 、発出する発出する、これちょっと、まずいまずいまずい。まず青ザメいるし、ちょっと待って、どうする。ここジャンプ、逃げます。ここで食うものを。粗暴な道、それじゃねえんだよな。Many golfers struggle with this par 7 hump. 人間いた、人間いた。殺そう。いや、人間殺せねえな。人間殺したいんだけどね。危ねえ。ちょ、待って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 。お前よく、お前よく。で、お前じゃねえよ。ちょっと待って、ちょっと待って。待って待って待って。やばい、いや、あっぶな。よしよしよし。で、来い。あっぶね。これさ、ノリで来んのがやばいよな、このの、は、はよ、はよアタックかけてこい。この大攻撃みたいなの来させないとやばいわ。あぶね、くそ、外したか。あぶね、あぶね、殺せる殺せる。あー、マジ、お前かよ、バラクーダかよ。うおー、外すね。危ねえ。よし、これでチャンス。よーし、OK。おー、OK。ギリギリだったな、マジで。お前さ、おい、バラクーダかなんか知らねえけど、おめえのせいだな、これ、基本的に。お前が悪い。ふざけんな。次は、なんか進化したよね、でも。ふぅ。なんだこれ、ターゲットを破壊。ゴルフボールは青ザメの大好物、青ザメのせいではないでしょう。なんかこの辺のなんか、ちょっとクエストやっていかないと、なんかレベル10に上げたいね、これ。レベル10に上げて、あれしましょう。多分大人になれるはずなんで、こいつ殺すか。もうさ、やめてくんね。もうちょっとやめてくんねえか。いった。そのノンモーションやめろ、マジで。あれ、ハズレっての何なんだよって感じだよな。よし、もうさ、あ、ちょっと待って、もう無理やりいってる今。殺すか、このままこの勢いで。え、ちょっと待って、はまったはまった。ふざけんな。殺そう殺そう、このままやれ。殺せる殺せる殺せる。何やってんのこいつ。これ死ね死ね死ね、俺が捕食者だ。よし、これで、これレベル、まだこれレベル9か。あー、ずいぶんあれだな、なんか上がりが悪いね。もうちょっとスポーツ漁船、
せっかくなら。あ、でもやっぱ人間はやっぱいいね。やっぱ人間はやっぱ美味しい上に、うん、やっぱ人間だわ。やばくない？ほら、めっちゃやっぱ上がってるよ、体力、あの経験値。よいしょ。あ、いるじゃん。おい、食いましょう。While hunting bull sharks was made in 1997, many shark hunters get around the rule by not caring. うお、来た。さあ来たぞハンター。じゃあハンターレベル上げします。ポン。あ、ハンターいる。オーケー、レベル10、洞窟に行くってのきたね。いいっすね。洞窟行きますか。洞窟どこです？こっちか。ちょ、撃たれまくる。多分この辺のはずだわ。よし、行きましょう。おー、魔法少女でかくなった。いいね、大人のサメになりました。貯蓄を増やし、平均株価指数連動型の投資信託を探しましょう。いいね、ヒレ。ボーンフィン。体当たりダメージ。1メートル以内のもすべてに30ダメージを与える回避時。ほう。すごい。アップグレード、まあできるよ。アップグレードやる？じゃあアップグレードしたわ。はい。他はアップグレードできるかな？まあ、コードソナーぐらいか。ミネラル消化、体力回復量。まあ、これはアップグレードしときたい。これやればなんか食事による体力増加がかなり上がるから。よし、これでいこう。で、こいつやりますか。待て、殺したいんだお前ら。殺させてくれ。よし、おーし、来た。キャプテンマーカチンする。あ、即死させやろう。キャンディン・マンカーチス。おう、サブ、あ、サル、AR 持ってんの？マーカチスさん。どこだろう？お前か？あ、お前か。キャプテン・マンカーチスなんか、潰したけど。これ、こいつか？なんか、殺しちゃったんじゃね？マンカーチス殺したよ、多分。殺したかな。ちょっと待って、なんかさ、殺したか殺してないか分かんないんで。あ、まだ生きてるか。殺して、あ、あそこか。キャプテンキャンディーのマーカンチス、はい、殺します。おーい。いいですね、フック剣。よし、はもうあれですね、食いまくって、まあ、ただ大人になったからいけるところは増えたよね。ちょっと一回戻りますか。一回戻って で、なんか腹腱ってなんだ、内臓か、これか。体力が低い場合は最高スピード回復スピードが上がると。あ、とりあえず今はいらないかな。今はいらないや。あとはなんだっけ、大人で行くところ、多分どこだっけな、こっちここかな、多分ここに行けるんじゃないかな。こっちか、こっち方角に行きましょう。あれ、狩猟されたバラクーダいる。見砕きましょう。オッケー。なんかよくわからんけどイベントをこなしたわ。多
分こっちの方角に、そうだね、あるね。行きましょうか。人間はいなくなったか、探索中になったね。次行きたいな。でも次これか、バイオエレクトリックフィン。でもフィンはもうあるね。ボディが多分ないよね。多分ボディがないから、多分この6のブッチャーボーイブレンディまで行きたいかもね。もう一つのサメ狩りは終わりに近づいてます。じゃあ2件食います。これか、これは、これ開かないね。ここ、この水門開かないのか。無理そうだね。じゃあ他に行けるところはやっぱここか。ここ行ってみるか。まあ大人で行くところ確かこっちもあったよね。今ストーリーの目的はゴミ掃除。バイユーのフィオ、バイユーは 1L あたりナマズを、なんだ、ゴミ管理。まだここにあんのか。どこだバイユー。あ、戻んのか。あー、はい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 。じゃあ戻りますか。多分こっちに行けるんじゃね、キャビアキーに。多分ここを食い破って、まあ、戻りましょう一回。バイユーってそっか、最初のところか。また戻されたのか。はい、ゴミ掃除。なんか変わったのかな、なんかこう雰囲気が。ここはね、こうなんか伝って移動しやすいから楽だよ。ていうかそういえばさ、ワニさんたちってとか全部殺せるんじゃない。もうなんか ワニ無視してきたよねこれ。ワニとか全部殺せるよ多分。とりあえずこっちに行きましょうか。めっちゃいるけど、めっちゃおるな。ナマズだ。なんかすげえ簡単だけど、やけに なんでこんな簡単なのやらされるんだ。アリゲーター、あー、ここでアリゲーターまた殺せるよってこと。もうなんかアリゲーター弱いよ多分。正直なんか殺してもなんかはいって感じだけど、はいはいアリゲーターも俺最初の時からアリゲーター殺してたからな。もうなんならナマズ狩りしましょう。こいつと向こうにもいんのか。アリゲーターいっぱいいるね。よし、レベル11到達で、次ここか。バイユーのフィオ、カメ食っていこう。おい、あ、マスキーパイクにダメージ与えられた。すげえな。レベル11か。でも人間のやっぱハンター殺した時は一番レベル上がる感じするからさ、ここはハンターと戦うのちょっと微妙だよね正直。あんまりなんかハンターと戦う向きじゃない気がする。おお、すげえ、2段ジャンプできるようになった。ほーん、じゃあこれもいけるわけか、もしかして。ここも取れるか。ダメだで、何ここ何攻める。またナマズ殺すのか。アリゲータービビって出てこねえぞ。ナマズ殺しまくりましょう。あと3匹か、ね、そしてあと2匹殺して、これどこ行けばいいんだっけな。これもうアリゲーターもんな、もうものの敵じゃねえわ。バイユーの頂点捕食者、なんだそれ。すげえな、今アリゲーターをさ、ワニってさくるくる回るの知ってる、なんかぐるぐるぐるって、なんか今サメがやったんだけどさ、アリゲーターってくるくる回るのよ。なんかそれをなんかアリゲーターに対してやってたね。ワニってこう噛みちぎるためにぐるぐるぐるって転がるのね。それをまんまやってた。
まあ大丈夫だろ、俺強えし、今強いから大丈夫だと思うよ。やーべ、ひどい。めちゃくちゃだな、なんか調子乗りまくってる感じだな、もう今。今絶頂期に調子乗ってるぞ。来たー、捕食者アリゲーター。へえー、どこ、え、アリゲーターどこ、え、お前、お前か、これじゃねえだろ、この弱ゲーターじゃねえだろ。あ、いたいたいた、え、でかくない、え、ごめんごめん、ちょっとママ来た、これお母さんだ、これお母さんワニじゃん。すごい、今なんか回避しながら攻撃した、かっこいい。ちょ、この弱ゲーターなんとかしない、先にめんどくさすぎる、こいつ。ちょっと弱ゲーター、さあ来い。これでもダメージ食らうのか、結構でかいな、なんか回避でもダメージ食らう、大きい。狭いのが戦いにくいな。ちょ待って、食らってんのこれ、ちょ待って、飯飯飯飯飯飯飯、ちょ飯食うわ。飯飯、お腹空いてるんですけど。朝廷捕食者どこだ、こっちか、あ、どこ行った、朝廷捕食者逆方向か、なり、え、無駄なアリゲーターが多すぎる。え、こっちだよな、回復してない、大丈夫、あ、いたいた、回復してないね。あのさ、近づいてこないでくんね、そんなに。よし、おっぶね、なんかこいつなんか泳ぎながら、なんかスイーって泳ぎながら、なんか向こう化時間ができるな。うわ、マジか、やばいやばいやばい、ねじ切られるねじ切られる、危な。ちょっとあれするか、食うか、食いまーす。ここなんか広いからいいね。どこ行った、どこ行った、どこ行った、なんかわけわからんとこ落ちた、なんか飛んでったぞ、お前飛んでったような気がしたけど。あぶね、一回逃げて、はよ攻撃してこいよ。ちょっとおる、よし、いける、マジか、ちょっと微妙だったな。お、いいね、いいねいいねいいね、いいぞいいぞいいぞ、なんかはめてるはめてる、殺せ殺せ、よし、
やったぜ。両生。両生類になったの俺。よし。よし。いいっすね。さて、ログ。ああ、もうでも、あれがないな。はあ、どうしよう。どうしようかね、これ。大人じゃないといけないところ。鉄格子、大人。あー、ここなんだっけ、未発見。大人、鉄格子。ここ行ってみる？ここ行けたくねえか？ちょっと行ってみますか。あそこなんか大人だったらいけた気がするんだよね。こっち行った。多分一回ね、ここに戻ってきた理由ってのがあるような気がするんだよね。わざわざそうじゃないと戻さないと思うね。ここに戻ってきた理由ありそうな気がするので、ちょっと行ってみましょう。お、なんかあった。 The sea wolf remains acutely aware of anything that might constitute food。で、ここ、あ、こっちか。エルダー、あー、年取ったが必要なのか。どうする？こっちか？ここ行ってみる？ここ？この部分行ってみる？キャビアキーに行くために。ちょっと待ってね、一回こっちにワープした方がいいや。で、それかエルダーまで頑張る。いや、そんなことは しなくていいと思うけど。まあどちらにせよここは人間との戦闘ができないかな。国人間と戦いて。すげえな、これなんか めちゃ遠くに行くんだな、この。あ、なんかあったような気がしたけど、まあいいか。この辺なんかありそうな気がするか。まあ、行きましょう。これでエイムできるよね、多分。このさっきのやつ、やっぱ人間エイムありかもな。人間をなんか捕まえてきて、人間使ってこうバシッてやってぶつけるっていう、エイムするっていう。あとアリゲーター殺してから行くか。せっかくだしアリゲーター殺しましょう。結構でかいよね、この狩猟されたアリゲーター。もう肉弾戦に行けそうじゃね、これ。無理か、さすがに。さすがに無理だったか。ちょっとさ、魚、カメ食って回復する。こいつ早いんだよな、攻撃が。うわ、マジか。やべえな、殺されんなこれ。最悪、やめすぎたか。これどこ、これ。あ、逆転してる、行ってる方向が。ちょっとだけ喧嘩打って、この辺なんか飯になるものがないんだよね。飯になるもんがねえから結構辛い。あ、そう、こっちか。こっち大人だったら開くかな。まだこっちか。あー、こっちだ、ここだ。さあどうだ。あー、またあれか、水門か。ここじゃなさそうだな。やっぱこれか、未発見。ここ行ってみるか、繁栄の砂浜。戦闘中に高速移動は行いません。誰が戦闘してんの？え？俺戦闘中今。あ、行けるよね。ちょっと行ってみますか。あの、右側行ってみますわ。大人で行けるのかな？
Historically, overdevelopment of the shoreline leads to a wide It's like these that can really challenge a person's faith in endless progress and development.こっちか。ここもアリゲーターいるんだっけ。アリゲーターむかつくな。なんか、叩き潰してやるわ。なんでや、おら。よし、レベル10に達成。ここ結構なんか人間と戦うのが強かったような気がするが、はいはい、噛みまくります。 The tail of the shark is more correctly referred to as the tail. OK で、こっちか。これ何、これはてな。はあ、こっちか。やっぱ全然草食動物じゃレベル上がんねえな。この辺、ここのはずだけど、ん？なんだ？止まるな。あったあったあった。あー、ここも水門っぽいね。いや、水門多いな。やっぱここしかないな、大人で行けるようなところって。なんか、もしかしてって思ったけどさ、これ、ワンチャンさ、ワンチャン、エルダーまで行かなきゃいけねえんじゃね。そんな気がするんだけど。これな、無理だもんね。無理だもんね、この未発見のやつ、これ。どうしようもないもんね。ちょっとこの右下のこの大人じゃないといけないところだけちょっと行ってみて、でそれでダメだったらもうちょっと人間狩りしまくれば、ここでここ一番狩りしやすいから、人間狩り、あの開けてるからね、開けてるところの方が狩りしやすいってことがあったから、私こっちのどこだっけな、こっちの方向にあの大人じゃないといけないところがあったから、まあ、ちょっとそこだけ行ってみて、それでダメだったらちょっと人間狩りしてレベル15まで上げてエルダーに上げますわ。確かこっちの、あー、ここだね、ここ、そう、ここは大人じゃないと破れない場所だったんだ。だからワンチャンと思ったけど、ここは一体って感じだな。ただのなんか下水溝でしかないような気がするよな。ただの下水溝でしかないような気もするが。それっぽくね。ただの下水溝じゃねえかこれ。あー、多分そうっぽいな。エルダーが必要です。うわー、これそういうことだな。人間狩りしろいうことか。これはこっちに出るということだよね。マジか、人間狩りか。人間狩りします。この回はちょっと人間狩りパートになります。人間狩るのは一番経験値で出るんで。向こうでね、勝った方がいい。多分この辺多分人間がいるから、あ、ここか。この辺いるから、この辺ちょっと目指していきます。600m 先。で、ここで人間を狩ると。ほんとシンガポール感すごいな。ここまでカラフルじゃないけど、でもなんとなくシンガポール。あー。すげえ、なんかめっちゃ上バスとか通ってるやん。しっかり車とかほらほらほら通ってる通ってる。上見て、見れる。あれ、普通に通ってる。まあいいや。ともかく人間を狩りましょう。人間を狩って手配度を上げて
ボコりまくる。あ、いたいたいた。おお、人間さん、ごめん、ちょっと恨みはねえんだが、まあ正確にはあるが。うっす、あの食っていいっすか。オッケー。いや、ちょっと練習したい。ちょっとちょうだい。これでちょっと練習ちょっとしたくて、あ、ここは船あった、船あった。船にぶつけて撃沈できるか練習みたいな。これか。いくぞ。お、やべえ。悪夢だな。よし、さあ来い。おら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 。オッケー、殺しまくる殺しまくる。あとは、あとここにもいんのか。このハンターつかめねえな。つかめた。こんなサメハンターとか絶対しねえけどな、こんないる限り。よし、でもこれでレベル15まで上げるのしんどくねえか。あ、じゃあこれで殺せるんじゃね。ほらこれで、これで殺せるわ多分。オッケー。ちょっと待って、上がれねこれ。よし、ちょっと待って、ちょっと上上がりたいんだけど、こいつの。いいね。でもなんか死ぬ気配ないよな、この人間食い続けてるから。えい、ちょっとこの上乗ってちょっとバカ食いしてやろう。はい、全部食いました。いた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 。あれするか、一回ちょっと逃げるか。よし、オッケー。もうちょっとでレベル5上がるな。上がってるこれ。なんでレベル5じゃなかった、この手配度はレベル5に上がる。まあまあ上がってはいるか。でもなちょっと微妙だな。よし、いっぱい食おう。 あ、来るか。封印されたアリ、使用されたアリゲーター。うおー、ハンターと同時にこいつと戦うのはちょっとさすがに命知らずすぎるな。もうちょっとこっちに連れてくるか、アリゲーターがいないところあたりに。で、お、あれ当たんない。おーいおーいおーい、やべやべ、ちょ逃げよう。で、ナマズさんを、だ、ね、正面に向かってきた時にしか。待て、ハンター食いたい、ハンター食いたい。あともうちょいでレベル5に上がるぞ、手配度。これ本当にレベル15までやるの本当かな。俺なんかあんじゃねえかこれ。よし、この運転手が一番かわいそうだな、雇われたであろう。あ、来た、タイラー少尉。見えねえ、なんだこれ。インディアナの腕利きタイラー・ディクション少尉。まあまあ、海に潜ればなんだ、少尉だろうとね、ホームレスだろうと変わんねえよ。少尉はどこ、これか、沿岸警備隊のなんちゃら。
違うな。沿岸警備隊が来るのかこのレベルで。ああ、多分あの辺のどこかだと思うんだけどね。あっぶねあぶねあぶね。ちょっと飯を食って。飯だとあれか。落ちちゃったハンターを殺すのか。人間さん、人間さんいない。あれ、あ、いたいたいた。なんかさ、ハンターダイバーってやついない？おお、かわいそうに。ついにこいつが出てくるようになったか、ハンターダイバーが。なんかあれにいたよね、お母さんの時いたよね。ちょっとかわいそうだけど、ハンターダイバーとかはもう地獄って感じじゃない。もう沿岸警備隊の船から湧いてきてんのかなこいつ。この船から湧いてきてそうだよね。なんとか勝利、これじゃね。違うか、これ違うか、これなんとか勝利じゃん。おーい、勝利、おーい、全然壊れる感じしないなこれ。よし、持ってけた。オッケー、持ってきまーす。バイオエレクトリックフィン、バイオエレクトリックフィンがこいつか。こいつまで行きたいんで、ブッチャーボーイブレディまで行きたいんだよね。そしたらなんか、あ、それがバイオエレクトリックボディか。これバイオエレクトリックフィンまでなんだよね。突然変異現象か。おお、この辺も軍人になってるよ、ほぼ。この ダイバーかなりいいね。おいしいよね。なんかおいしい餌になりうる。ダイバー殺し続ければいいんじゃねって気するけどな。何匹食ってんだこれ。はい、全員食います。よし、なんだ、溺れてるやついるか。あ、あ、これか。かわいそうに、ちゃんととどめを刺してやらんとな。ちゃんと食わないとなんかダメだよね、こう命の考え的に。よし、ハンターさん待って、ちゃんと食うから。でこれもうずーっと作業なんだか、これ無限にやってるぞ。あんまりもうなんか食い続ければなんとかなるよ、ね、これ。食い続ければなんとかなるよ。もう全滅だぞこれ。あとはこの船が、むしろ餌って感じだ。ジョーズも真っ青。これ沈没させるか。サメにボートを攻撃されるほど体の切断されるという恐怖が。なんだまたアリゲーターか。うわ、たくさん来たな。やべ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 。ちょコンボ技やめろ、コンボ技やめろ、コンボ技やめろ。逃げよう。どこなら逃げれるんだ。こっちか。食いながら帰るか。あー、でも この辺のさ、なんか撃破クエストなんかクリアしてったら勝手に経験値もたまるそうな気がするけど、人間を全部やりきったら撃破クエストするか。なんか撃破してくれてねえ、なんかあいつら、なんかワニのこと。
よし、終わったか。 OK。 じゃあこの下水道の口みたいなところ行くか。あの例のあいつをちょっとリベンジしてくるわ。さっきのちょっと逃げちゃったから。 Hey, shark. Get your ass out here. 見ていた。あ、なんか、待ってマジかよ。よし、やった。飯食いまくれ。よし。あ、でもこれでもあんま上がんないよな。てか、なんか、そういえばサメ気づかれちゃったね。やばい。めっちゃリアルじゃねえ。なんか今更だけど、逃げろ。あ、人間なんか泳いでる。どうした人間。すげえな。これか。堤防並みの頼もしさ。これもアリゲーター。あー、これか。戦ってみるか。さあ来い。ちょっと待って、まずい。ちょっと回復して。こいつ狩りは終わったとかって言うんだけど、別に終わってないこともあるんだよ。それなんか終わらずにさっきまた始まったよね。なんか近づいちゃったら。いた。あ、やばい、近づいちゃった。シャークハンター。ちょ、アリゲーター、お前そっち行くな。人間利用しようとするな。よし、レベル15まで上がるの時間かかりそうだな、これ。 OK で、他なんか達成してなくていけそうなところ、まあ、これとかか。これサメ洞窟に唾。まあサメ同士で戦うのあんまりしたくないんだけど、もしくはあと この辺とか、まだやってなかったよね、この沼地のところ。ちょっと一回こう帰るか。一回帰って、セーブするもん、セーブじゃなかった、装備するものを。回避時に極めて短い時間、自らを雷へと。どうだろう。回避スピード30。どっちの方がいいのかね。回避スピード30。こっちにしてみるか。回避スピードを上げるみたいな。は？What？ なんですかそれ。それあり？ありなんだ。人間10匹捕食やるか。ついこれダメだろこれ。もうなんか SF じゃん、もうやってること。人間を食います。人間食うイベント意外といいからさ。なんでこんなわけわからんところで泳いでる。こんな、なんか工業排水みたいなところで泳ぐなよ、こんなところで。連れてっか。おい、行くぞ。連れてって、あの向こうにぶち当てるから。怖っ。人間なんかちょっと体力減りつつある。大丈夫、連れていける、しっかり。地獄だろうな。あ、やばい、しまった。あー、なんてこと。あー、まあ、いただきますか。うーっす。
あ、なんか変なイベント始まったぞ。When local favorite Trash Talk placed 20th in the Derby, and the city placed first in the country for petty theft. よし、なんかまず逃げろ、お前ら。これ捕食されて当然だ、こんなに弱い生き物は。さすがに弱肉強食的にも無理だわ、これで生き残れなんていうのは。あと一人か。どうしよう、ちょっと回復したいな。あ、人間、また人間、証拠りもなく。行きます、行きましょう。で、で、ここ行くか。そのままこのディキシーマフィア廃棄サービスってやつも行くか。人間5匹捕食。よし、逃げます。まだ人間いる。多分ね、このままだったら多分死なない、おそらく。人間もちゃんと息継ぎさせてやるか。やめろやめろやめろ、それは。沈没させて。黄色の魚いない？え？なんか黄色の魚いる。アルビノバラクーダ、こっちのが優先だな。連打でいけるだろ。よし、これ怖っ。トロール船殺します。はい、残念。で、どこだ人間。ちょっと脅威メーターギリギリの状態でいきます。ここだな。うん、ここ、この辺も取れるんじゃない。よし、なんだこれ、なんかめっちゃいない？マフィアみたいなやつ。スキーボード、これマフィアが遊んでんの？ああ、人間5匹捕食。人間じゃないの？人間扱いだ。やばいやばいやばい、何物騒なもん撃ってんだお前、サメに対して。怖そう。壊しました。で、あとはなんかいる？あ、いるわ。おーい、なんかマフィアのボスみたいなやつ。うっすうっす。レベル14。やっぱ人間食べるとやっぱいいね。人間食べるわこれ。こんなもんか。よし、行こう。窒息する。で、なんだこれ、これティーンで壊せるな。これか、壊してみるか。あ、これはスニッチ駐車場。わ、なんか沈められてる。わお、わー、人間か。でもこれ殺せ、この肉食える？食えないか、さすがに。うわ、ひどい。あのマフィアがやったのか。因果応報だな。来てもなんかしょうがない気もするけど、こんなの。
他にミッションやってないミッションか。人間狩りで言えばここも人間狩りできそうだな。まだまだこのゴールデンショア、シンガポールも多分人間狩りできそう。ここ行くか。絶好の機会、人間17人を食用行きましょう。Golden Shore's development was originally met with local protest.レベル15なんか慣れそうですね、いけそうな気がしてきた。レベル15になったら終わりましょう。どこにいんのこれ人間。もう本当に地上にいんのか。おーやべえ、シャークネードだこれ完全に。一回戻ります。ここにもいたよな。ボートなんか持ってるから悪いんだよ、そんな金持ちで。金持ってるから悪い。ダメダメ、待って、これひどい。もうこれふざけた生き物だこれは。よし、お、すごいなこれ。このなんかすごいわけわからんジャンプっていう時あるぞ。Shark hunting sector has experienced significant growth, leaving a lot of local openings for amusement. やばいやばいやばい、たくさんハンター来ちゃった。あと12人か。くそ。ハンターも人間だろう。でもカウントしてくんねえのか人間として。地上ハンターはいないから、ここで待ってね、ここでジャンプで、でちょっと頑張って、このやばいやばい、ダメだ、一回引き返そう。逆側だなこれ。オッケー、すごいな。でもこれ完全になんか射程外せるよねこれ。完全に外せるから強い、ターゲを。いますね人間さん。おーい、あ、ちょ待って、飛びすぎじゃねそれは。ちょっと一回ちょっと殺させてくれ。ちょっと暴れすぎ。しゃべる。結構でも捕食足んないな。あともう一匹か。あ、いるいるいる、あそこだ。最後の一体は君だ。最後の一人は、はい、 OK です。あれ12体いけない。え、マジか。残念。はい、捕食しました。多分これでいいだろう。え、捕食できてないんだけど最後の一人。嘘だろ、なんでだ。そんななんか俺中途半端なひどいことした。ちょっとハンターをとりあえず食って、これさ、ボートの力を弱めて放置しといた方がなんかハンターの対策にはなりそうだよね。あいつ食ってくるか。あいつは食えねえな一石に。不思議に食えんのこいつじゃね。よし、 OK、 OK、 レベル14になったな。人間の悲鳴がなんか何とも言えない。この一人だけ乗ってる状態にしてなんか放置してやった方がなんかあれになりそうだよね。なんか楽そうだよねミッションとか。ミッションでこういうやつが大量に湧いてきたらなんか一回帰るか。次ここか。ここだね。ブロックバスター、人間8人を捕食する。捕食します、しまくりだな。あれ、一回ちょっと逃げ場に戻ろう。狩り場に、俺のここだっけ。うわあ、なんかサメいる。あのサメを身代わりにしよう。さよなら。It's here in the grotto that the shark can discover the absolute serenity deep within her soul.
サメいるのめんどくさいな。おい、マジマジふざけんな、マジサメ。出てけ出てけ、ここは俺の楽園だぞ。なんだ、お前、お前、お前なんか俺の楽園に何してんの。お前この中来るとおとなしくなるからね。でも友達になれるか、友達になれるかもな俺。いや無理だ、サメがそんな群れてるなんて。いやでもサメも群れるような知能があるかもしれないってことで放置します。They've already forgotten about the shark and her many crimes, so thus ends the bounty. やっぱレベルが高い、あの淡水魚食った方が、淡水魚じゃなくて草食獣食った方があれだな、高い草食獣食った方が回復はやっぱいいね。当たり前だけど。ほなここか。うーっす。何人いた？行きますか。で、でこっちか。ぴょん。もう多分速攻沿岸系みたいに来るよ。このまま終わりたいところだけど。多分これ終われる。これで終わりだ。よし。さよなら。お、いいね、いいね。もう終わるぞ。で、次、粗暴な道、これだな。まっすぐ行って右か。あ、どっちだ？ここ行って。なんか破れんな、突き破れるけど、まあいいや。どうせなんかあんまりろくなことねえだろ。それも人間狩りしてレベル上げた方がいいね。人間狩りしてそのイベントでポイントも稼ぐみたいな感じかな。なんかこのイベントとあとちょっとなんか人間ぶっ殺せば、ボートに乗ってるやつ殺せばって感じするけどね。8人か、捕食できるでしょう。よし、こっちにもたくさんいるんだな。なんかゴルフカーたくさんっていうか。よし、地獄だなこれ。なんかさ、微妙にさ、なんかこう、よし、 OK、 レベル上到達。よし、やりましたね。粗暴な道クリア。これどう？え、なんない？これもしかして。あ、まだ洞窟に戻りましょう。出ないな。エルダーになる条件が足りないのか。エルダーになるにはもう1レベル上げなきゃいけないのかな、もしかして。やべ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 、ちょっと待って、ちょっとトロールしすぎた、なんかぼーっとしてた。強っ、マジでこれガチ強だな。まあ、まっすぐか。強だ、このスイッてスライドするの。一回ちょっと自分のアジトに戻りますか。ちょっと次の策を練った方がいいな。Over the course of a bull shark's life, it will ingest quite a broad assortment of flotsam. 次の策を練りましょう。はい、ということで一回これで終わります。はい。